こんにちは、トクです。今回はですね、ちょうど今またトレジョーから帰ってきたんで、ほんのちょっとだけ新しいものが入ってたんで紹介していこうかなと思ってます。さらっと、あのいつも買うようなこうミルクとか、あ、チーズもあるんですけど、今日珍しかったのこれかな。イエロードラゴンフルーツ。前回ね、動画にはしてないんですけど、普通のドラゴンフルーツ、あの赤いピンクのビビッドな、すごい子供に人気だったんで、ちょっと今回はイエローを買ってきてみました。ちょうどもうなんか今の時期だけって書いてあったんで、わあ、なんかこんな感じ。食べてみよう。はあ、これヨーグルトランドでもらったスコーン。いただきます。うーん、めっちゃ甘くて美味しい。これは美味しいわ。さっぱりて、ほんのり甘くて、なんだろう、美味しい。あとはどうでも、このバナナの後ろにかけるバナナとレタス、あ、レタスもちょっとね、あ、ちょっとこれ気になっちゃった。ビールピーナッツバターって書いてある。これはまたいつか味見したときに動画にできれば。忘れてたらごめんなさい。まああと普通にパンとアーティーチョーク、ちょっとなんかすごい久しぶりに買ったんですけど、てか買ったっていうか、私が買ってないって、昔ハワイに住んでた時の私の、まあ要は恩人なぐらいな人がいつもアーティーチョーク買って蒸して、私一つどうとかって言われて、恐る恐る食べてた。醤油とマヨネーズ混ぜた、蒸して醤油とマヨネーズをつけて食べるのが一番美味しいとかって言われて、私もそうやって、あ、でも醤油はあの普通の醤油じゃなくてアロハ醤油がおすすめらしいです、これ食べるときに。当時、あとこれなんか子供好きそう、サワージリビーンズ、酸っぱいみたい。あとこれもね、この間ちょっと子供がじりと眺めてたから、しょうがない、買ってあげようかなと思って、シナモンロール、すんごい甘いと思う。あとマカロンもね、マカロンもなんかうちの子供憧れみたいで、とりあえずじゃあマカロンも買っておこうかなと思って。これ意外と美味しい。うちはこれにソーダ割り、ストロベリーレモネードソーダ割って飲んだりしてます。このままでも美味しい。あとこれもおすすめ、あ、振らなくても大丈夫。これもおすすめで、これあのエクストラパルプ、要はつぶつぶオレンジ、つぶつぶがいっぱい入ってるオレンジジュースです。これもおすすめです。で今回最後にこれ、もうこの時期だなと思って、これあのクリスマスまでカウントするチョコレートが、中に小さいチョコレートが入ってて、タウチの真ん中の子が好きない。もう一個ね、他にもあと、じゃあ写真貼り付けと、一応撮ったんで貼り付けときますけども、他のだいたい毎年4種類出てきて、でそうね、今年はなんかあんまりあとの2種類可愛く、前はね4種類買ったりとか3種類可愛いの買ったりとかして、今年のなんかあんまり私は好きじゃなかったんで、今年は2種類だけ。まあ私前の動画でも紹介してましたけど、この小窓開けるの好きみたいで、こういう小窓系。とりあえずは1日、あ、1日どこにあるんだろう、あった、開けてみます。プチプチプチ、なんで開けたのとかって言われそう。あと1ヶ月以上あんなに、じゃん、こうやってチョコレートが毎日違う形のが、これは太鼓のチョコレート、ほら基本多分中プレートはほとんど一緒なんじゃないか、ただこの開ける場所が数字が違うから、毎日毎日みんな違う形のチョコが出てきて、でこの裏のシルエット見て何のチョコが入ってるかって当てるのも楽しいんで、これはもうしかも安い、99セントなんで、もし行ったらぜひ。でチョコもまあまあまあ美味しいんで、おすすめです。まあ今回はこんな感じで、かなり短いムービー、ショートムービーまではいかなかったのかな、短いムービーになりましたけど、まあもしよかったらぜひ、もう私
行った時点でもうこの2つのデザインのはかなり少なくなってたから早く行った方がいいと思います。以上、トレジョー行ってきたよニュースでした。終わります。じゃあね、バイバーイ。